1年後に大物 YouTuber になる人の特徴。1年後に大物 YouTuber になれますように。よし、ちゃんとスケジュールを計画して1年後に大物になるぞ。よし、今月は何でもすぐ行動するぞ。まずは挨拶の練習。どんどんハロー YouTube。 どうも、ひき肉です。今月は企画に力を入れるぞ。今日はメントスコーラしながらスライムを作っていきたいと思います。イエーイ。放射を入れていきます。せーの、せーの。うわー、やばい、もう1年が終わっちゃう。よし、最終日なんだ。好きです、私と大物カップル YouTube チャンネルやってください。無理。みんなは予定を計画的に立てようね。このブログは仲良し1月号で手に入るよ。